藤原の道長の父兼家、彼は兄の関白藤原の兼道と犬猿の仲だった。その兼道が重病に陥った時、喜んだのは弟の兼家。帝に次の関白は何とぞわいにと言いに牛車に乗って代理に向かった。で、代理に行く途中には兼道の屋敷があったんで、兼家の牛車が兼道の屋敷に近づいてきたんやけど、それを兼道が見て、ああ兼家やっぱ兄弟やな、仲が悪かったけど見舞いに来てくれたんや、うん、としみじみしてる兄をよそに、兼家は屋敷を素通りして代理に入っていった、うん、これにブチ切れた兼道、あいつ帝に次の関白就任を頼みに行きよった、兄が死にかけてんのにあのゲドっつって、亡くなる間際に関白をいとこの頼忠に譲ってしもうて、兼家その時は関白になれなかったそうな。残念。